どうも、ウェダックスです。本日はメモリーの相性についてちょっとやっていきたいと思うんですけども、 AMD の CPU はよくメモリーの相性があるという話がありますが、本日は Ryzen 5 2400G を ASUS の B450M-K に取り付けてあります。この状態で4種類ほどメモリーを用意しました。こちらでテストしていきたいと思います。それではまずですね、メモリーをつけていない状態で起動するとどうなるか。電源オン。はい、これはビープ音、メモリーエラーの警告音なわけですね。メモリーが入ってないよという、もしくは認識できないよというエラーとなります。はい、そしたらメモリーを取り付けて正常な場合どうなるのかっていうのをテストしていきたいと思います。まずクルーシャルですね。クルーシャルの DDR4 の2400ですね。2400のメモリー。これを取り付けていきます。クルーシャルはね、結構相性問題はあまり聞いたことは私はないです。で、値段も手頃ですね。はい。ヒートシンク等が付いてませんが、まあ、あんまりメモリーのヒートシンクは気にしたことがありません。それでは電源入れてみます。電源が、っていうかメモリーが正常に認識するとピコッという音が鳴って、BIOS の画面が表示されるはずです。では電源入れます。電源オン。まあ、先ほどのメモリーエラーはならない。今ピッてなりましたね。これが正常にパソコンが起動するときのビープ音です。ASUS という文字が出てきたので、正常にメモリーが認識されたのだと思われます。はい、 BIOS の画面が表示されました。そしたらクルーシャルは問題ないと、クルーシャル DDR4-2400 は問題なかったよということですね。はい、そしたらメモリーを交換していきます。はい、次は G スキルのDDR4-2666 ですね。はい、そしたらこちらを取り付けていきます。はい、そしたら取り付けられましたので電源オン。まあ、なんか G って言いましたね。何の音やろ G。 はい、ピッとなりました。これも正常ですね。特に問題なく動作する ASUS 出てきました。BIOS の画面も正常に表示されましたね。はい、そしたら次にですね、同じ G スキルなんですけど、スナイパー X と書かれている DDR3600 のメモリーですね。コークロックですね。はい、取り付けられました。電源を入れます。電源オン。また G って言ったな。はい、ピッとなりましたので問題ない。で、BIOS の画面が出てくると思います。はい、問題なく起動しました。電源切ります。はい、まあここまで来ればあれなんですけどね、これ古いやつです。最近は DDR4 の2400以上が普通だと思います。まあ2666が一番普及していると思うんですけど、これ古い HyperX ですね。キングストンのメモリーです。これ2133なんです。で、インテルの方で問題なく動いていることを確認できているものなんですけども、これを取り付けてみます。取り付けました。それでは電源をオン。はい、ビープ音が鳴りません。メモリーエラーにもなりません。中途半端に認識して何も情報が得られないという状態です。これが一番厄介なんですけど、
どうもですね、他のマザーでも試したんですけど、DDR4 の2133の古いメモリーは、AMD の最近の B450 とかには、では認識できないみたいなんですね。電源切ります。で、まあこれ、動かないので逆に OK かなっていう気がします。で、HyperX、キングストンがダメというわけではなくて、古いんですよ、このメモリーが。2年以上前のメモリーなんで、最近の仕様ではないというか、まあ最近は2666が普通なのに、これは2133なんですね。多分その2133っていうところは、ちょっと AMD は高クロックの方がいいとされていますので、その辺が影響しているのかなっていう気がします。はい。どうだったでしょうか。とりあえずメモリーに相性というものは、未だに一応存在しているということなんですね。で、インテルの方では、この4種類のメモリー、すべて問題なく認識しました。で、この HyperX の古いやつもですね、実はね、マザーと CPU の組み合わせによってはね、認識したことがあるんですよね、実は。だから、これがダメというわけではなくて、まあ、環境によって弾かれることがある。やっぱり、新しい目のパーツには新しい目のメモリーを用意してあげた方がいいのかもしれない。AMD では。で、インテルはね、本当に何でも動くんですよね。インテルでダメだったメモリーって私の経験上ほぼないっていうかないと思うんですけど、あの、20年前とかは別ですね。メモリー自体が認識しなかった2枚1セットの頃ですね。その頃は本当に何回か刺してやっと認識するっていう時代はありましたけど、その頃はまあ無視しといて、最近のメモリーでそういうことはほぼなかったんですけど、なかったんですけどね。はい。で、フェノム時代、フェノム2の頃にね、一度あったのが A データのメモリーをつけるとパソコンがおかしくなる。で、起動はするんですよ。起動はするんやけども、作業してるとおかしくなる。で、シリコンパワーに変えたら、何の問題もなく動きました。で、その時はよくわからなかったので、A データのメモリーをつけてる時に、メモリーチェックのソフトを動かしたら、大量のエラーが出たんですね。でも、その大量のエラーの出たメモリーを、インテルの方に挿してメモリーチェックしたら、何のエラーも出なかったんです。まあ、そういうこともありました。で、シリコンパワーが良かったのか、まあ、クルシャルが結構どこでも使えるんですけど、まあ、シリコンパワーも結構ノートパソコンのメモリーも優秀ですし、デスクトップのメモリーも優秀やったような気がします。まあ、そんな感じで、まあ、時代時代で、AMD に関してはやはりメモリーの相性は存在するというか、古いパーツは適用してくれないことがあります。はい。という話でした。うん。だから AMD を使うならね、高クロックというよりも新しめのその時代に合ったメモリーを購入しとけば問題ないのかなと思います。はい、どうだったでしょうか、メモリーの相性。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。